お原ダムは、富山県南都市、一級河川、小川水系小川に建設されたダム。高さ52メートルの重力式、コンクリートダムで、関西電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、お原発電所、新小原発電所に送水し、合計最大9700キロワットの電力を発生する。1930年、岐阜県から、 富山県へと流れる小川で建設が進められてきた小牧発電所及び曽山発電所が運転を開始した。いずれも大規模なダムを伴う水力発電所であり、前社は小川水力電気、後社は昭和電力の所有するものであった。1939年、電気事業の国家管理化を進める日本政府によって、日本発送電が設立されると、 小牧発電所や曽山発電所を含む多くの小川水系の水力発電所は日本発送電に引き継がれた。同年、日本発送電は小原発電所の建設に着手。曽山ダムの上流に小原ダムを建設し、ダム直下う岸の小原発電所で最大4万5千キロワットの電力を発生するものである。小原発電所は1942年に運転を開始した。 その後、日本発送電は、小原ダムの上流において、聖デダム、聖デ発電所の建設に着手するものの、完成を待たずして、日本発送電は1951年に分割、民営化。小原発電所はじめとする小川の水力発電所は、関西電力に継承され、同社の手によって、聖デダムのほか、上流の椿原ダム、鳩谷ダムが1950年代中に、 完成している。1961年、電源開発によって建設されてきた、三ぼろダム、三ぼろ発電所が完成。関西電力は1967年、ソ山ダムに、新ソ山発電所を増設したのに続き、西出デダムや、椿原ダムにおいても、それぞれ新西出発電所、新椿原発電所を増設した。原ダムとデダムとの間には新たに、 赤尾ダムを建設し、赤尾発電所を1978年に運転開始。小原ダムにおいても新小原発電所の増設が進められ、1980年に運転を開始した。東海北陸自動車道、五ヶ山インターチェンジから国道156号を北上。合唱づくりの家々が立ち並ぶ、世界遺産、五ヶ山の集落を過ぎると、小原ダムに至る。 ダムのすぐ下流にかかる橋の上からダムを真正面に望むことができる。ダムがにある建物が小原発電所で内部に立軸フランシス水車発電機が3台設置されている。その橋のたもとには新小原発電所があり内部に立軸フランシス水車発電機が1台設置されている。出力はほぼ同等な小原、新小原発電所であるが 使用水量は、小原発電所が140リッター片メートル前秒であるのに対し、新小原発電所では100立方メートルで済んでしまう。新小原発電所は、発電に使用した水を、長さ1.4キロメートル余りの放水路を通じて、下流の湯出島強化に放流することで、小原発電所よりも、大きい有効落差を確保しているためである。ありがとうございます。